今から100万年前、地球上にマンモスがいる時代、この地にとてつもない巨大噴火が起き、十勝岳連峰が立ち上がり、大規模火砕流がこの丘を作った。そこに人間の努力と知恵が加わり、今は大きな自然の恵みを与えてくれる。昭和63年、十勝岳噴火。火山災害を防ぐため、堰堤が築かれ、そこに青い池が誕生した。よく来ました。そこで回り込んで、じゃあ左から行った方が良かったな。よく登ってきました。はい。はい。痛い。痛い。どれだけ力が入ってる。
紫の海に溺れる人の群れ。紫の海に溺れる人の群れ。安らぎの香り広げてラベンダー。安らぎの香り広げてラベンダかかった動物園を活性化させた人間の知恵の証の動物園。全国から人が集まってくの巨大な破壊と創造、大きな自然の恵み、人間の知恵、これらが織りなす色鮮やかなパッチワークの旅でした。